はい、今日はですね、ちょっとね、質問を受けたのでね、それからまずね、お答えしたいと思うんですけど、今日はね、初めてね、ちょっと話だけのね、ビデオをね、ちょっとアマチュア無線をね、ちょっと運用するのにね、運用というかね、始められて、いろいろね、始めることが今すごく難しい状況のように思います。はい、始めるきっかけがね、ないですよね。昔はね、もう中学、高校、大学、ほとんどというか、もうかなりね、アマチュア無線クラブがあったりね、して、アマチュア無線が、紹介されていたりね、クラブに入れませんかとかね、いろいろ誘われたりね、というのがね、ありまして、アマチュア無線、ちょっと、無線の雑誌なんかもね、たくさんあったりしてね、ハイラジオ作ったり、ステレオアンプ作ったり、してると、もうアマチュア無線やろうかなと私の場合は思ってね、はい、もう、小学校ぐらいからね、ショートウェーブリスナーってね、アマチュア無線も、もう昭和、40年代とかだったらね、アマチュア無線、ラジオで、声が聞こえましたね。はい。特に7メガとか、7メガヘルツなんですけどね、普通の3バンドの、ショートウェーブ、短波の受信が、3.9 メガぐらいから、11メガぐらいのね、受信用のラジオがあったりしてね、そこで7メガの辺に合わせると結構 AM のね、曲が出ていて、更新してるのが聞いたりしてね、はい、無線機なくてもね昔は聞けたというね、はい、今じゃちょっともう今はありますね。はい。BFO とかね、後からつきましたけど、BFO とかね、ショートウェーブのアンテナ、ラジオも、30メガぐらいまで受信できるラジオもね、出たんですけどね。はい。そういうのは、私買ってないけどね。はい。そんなことですけど、今はちょっとなかなかね、無線機買わないとね、でも実際のところ、無線始められないとね、いう環境だと思いますけどね。はい、実際始めてしまうとね、指導的というか教える人がいたりね、はい、するともう簡単に始められるんですけど、はい、ちょっと 前が長くなりましたけどね、質問からね、はい、3エリアの方が、7エリアとなかなか、受信もできない、更新もできないということでね、ありましたけどね、ちょっと説明もね、どう説明していいかね、難しいんですけど、はい、まずね、いろんな要因がありますよね。はい、どの周波数に出てるのかというね、HF でも、1.8 の場合、これ中波なんですけどね、はい、MF なんですけどね、はい、HF、今の無線機は中波からね、なんとね、50メガは VHF ですからね、VHF までね。でも、なんか比較的、これはね、電離層の反射をね、利用してね、通信できる、一番メインのね、周波数帯になると思います。はい、アマチュアバンドはもっと下の方もあるしね、上の方は今、実際は、1200メガぐらいまでがね、市販されてるようなんですけどね。はい、電離層反射ね。144メガ、2メーターもね、電離層反射ありますね。はい。北海道とか、広島から、聞こえます。はい。ということなんですけど、はい。まずね、もう、率直に言うとね、はい。3エリアからね、7エリアとね、短波で更新できます。必ずできます。はい。アンテナがね、もう、普通にアンテナ、ダイポールでもグランドプレーンでもね、ストベラルが2以下でね、電波が飛ぶ状態であればね、出力も1ワットでもね、
必ず更新できます。はい、5W でね、ここのとこ実験するんですけどね、まあ、ほぼ届きますね。はい、あ、まあ、国内で届かないことはないというか、まあまあ時々取ってもらえないことはありますけどね、まあ、あのコツコツとね、QSO を、まあ、するのにワッチしたりね、コールしてみたりね、だいたいコールバックがあるというね、感じですね。はい、まあ、いつでもねできるわけじゃないんでね、あの短波なんで、電離層ですね。はい、あのこれここでちょっとねまた難しい話はあんまりしたくないんですけどね。はい、地球をね取り巻く電離層というのがあるのはご存知だと思いますけどね、 D 層、E 層、F 層というのね、はい、一番よく使うのは多分 F 層で、だいたいね、高さがね、だいたい400キロメートルぐらいの高さなんですね。宇宙ステーションの ISS がね、地球をね、こう回ってますけどね、これと同じぐらいの高さでね、はい、電離層があります。これに反射するという感じじゃなくて、まあ、少しずつこう電波がね、方向を変えて、地上に戻ってきたという戻ってくるという感じですね。はい、それで地球の表面ですね、はい、地上、まあ、土の上もあるし、海上が特にね効率いいようでね、はい、電離層と海面と反射を繰り返して、電波が地球の裏まで届くというね、はい、電離層の影響を非常に受けるのでね、はい、電離層も変化します、はい、あと E 層もねかなり影響してね、国内給油層に関しては E 層ね、有名なのはスプラティック E 層というのね、もうちょっと低いところでね、まあ、数百キロメーターのところに、まあ、F 層並みのね密度の高いね電離層がね、発生したりしてね、50メガとか144メガとかね、もっと高い周波数ね、まあ、場合によっては400メガぐらいまでね反射することがあると言われますね。はい、それによってね、はい、まあ、その E スポもね、スプラティック E もね、これも1回だけの反射でね更新するのと、あと数回繰り返してね、まあ、FT8 だとね、E スポによってねヨーロッパまで届くとかね、いうことが言われてますね。はい、はい、50メガでのね、はい、海外更新は E スポの、まあ、あとは TEP 電波っていってね、北半球と南半球には発生した E スポによってね、赤道を横断するというね、こういうのもあります。ちょっと話がねちょっと大きくなりましたけどね、はい、国内戻るとね、はい、そういったことでね、電離層の位置に位置というかね、まあ、状況、コンディションによってね、いろんなところと更新できます。はい、ローバンドへ行くほどね近い距離がね非常にいいですね。はい、1.8 とかね、冬場の夜とかね、もう本当数十キロメーターでも電離層でね、反射して帰ってきているというね、ま、真上に飛んだ電波がほぼ真下に降りてくる、そういうイメージだと思いますけどね。はい、そういう感じはねもうずっと短波の、もう50メガあたりでもね そういう感じの時がありますね。はい、50メガでも電離層反射でね、もう数百キロメーターぐらいから更新できることがあります。はい、話がねあちこち行ってねすいません。はい、もうアンテナの性能がね上がればね、その、利用できるね、頻度も増えますね。
はい、出力がもちろん大きくなればそれも、相手に強く届くというね、ことにもなりますけどね。まあでもコンディション次第で、出力小さくても更新できます。QRP は、5W ぐらいで QRP って言ってますけど、0.5W 以下だと QRPP って言われてますけど、 0.5W でも、海外更新がね、できますね。はい、できるようです。はい、まだ私はねちょっと 0.5W でね海外の局とね更新したことないんですけどね、あ、今ちょっとね免許受けてですね、QRPP ね、QRPP 0.5W でもね免許が必要なのでね、はい、免許を受けてね、QRPP で、海外のね QSO 更新をねちょっとやってみたいなというふうに今思ってね、今ちょっと準備してるんですけどね。はい、そういったことでね、はい、それから国内のね、QSO についてはね、必ずできるということでね、どういうふうにやるかとかね、その方法ですよね。はい、そうです。自分のね、ご自分のね、今、ロケーション、住んでおられるところによってもね、いろいろ手話数をね、選んだ方がいい場合もあります。はい、ロケーションについてはね、もう山の上とかね、高いとこ、周りが日焼けているところ、そういうところですね、もう何十キロもね、障害物がないとかね、そういうのはやっぱり、好条件でね、はい、電波は遠くに飛ばせやすいし、更新も強いし、入ってくる信号ももう強いですね。はい、山間部ね、V 字谷みたいなところとかね、はい、山の谷間からね電波を出そうと思うとやっぱり難しいと思うんですけど、低い周波数でね、大きなアンテナ、高さはそこそこね、10メーターとか、15メーターとかぐらいの高さでね、アンテナを設置できるとね、1.8 メガヘルツとか、3.5 メガヘルツ、7メガヘルツ、山の谷間でも電波はねよく飛びますね。はい、問題なく全国、更新できると思います。はい、場合によっては海外までね、そういうことが言えると思います。はい、山の上、私のとこね、ここ標高がね120メーターぐらいあって、南の方にちょっと山があるんですけどね、50メガぐらいだとね、あんまり、影響しないです、あんまりね。はい、ここから144メガでもね、かなり届くんですけどね。はい、障害物があるとね、なんか QSB がね、起きやすいしね、はい、安定しないですね、少しね。はい、何もないとね、QSB も起きずに、例えば九州のね、別府湾のね、ロールコールとかやってますけどね、はい、障害物がある、平地からね、出されるとね、QSB が多かったりしてるようなんですけど、こちらの方は安定的にね、入ってきます。QSB が若干あるけどね、少ないですね。やっぱりロケーションがいいとよく飛ぶっていうのはね、当然のごとく当然なんですけどね。はい、私のとこから南から南東にかけてね、何もない範囲があるんですけどね、30キロぐらいね、先まで、もう30キロ もっと先までね、何もないとこがあるんですけど、はい、前が海だともっといいなという感じはするんですけどね。はい、50メガとかね、28メガだと、アンテナの性能がね、すごくよく出てる感じでね、はい、もう向けると、すごく強いんですけどね、はい、最大だとね、弱くなったりしますけどね。
はい、向けるともうはい、何にも聞こえてない状況でね、CQ 出してもね、いきなりメーターがビュンビュン振ってね、海外の局がね、呼んでくることがあります。はい、まあロケーションがたまたま良くてね、これはまあラッキーという感じなんですけどね。はい、まあ非常にアメージングというかね、まあ、表現がどう言ったらいいのか分かりませんけどね、非常に今アマチュア無線の虜になっているのはそういうところがね、ありますね。はい、まあちょっとね、話だけなんでね、面白くないかも分かりませんけどね。はい、それからもう一つアンテナはね、自分でね作れますからね。今例えばこういうものね、こういうものすごく安価に買えます。はい、使い方はねちょっと今ここで説明しませんけどね。はい、アンテナアナライザーみたいなね、ナノ VNA ね。はい、これでアンテナの共振点もすぐね見れますからね。はい、使うと非常に、昔はねこういうまあこれを使った人はそんなに多くはないかも分かりませんけどね。はい、グリッドディップメーターでね、アンテナにちょっとリンクコイルをコネクタのところにつけてね、これでまあディップ点を測ると、まあ大体共振周波数がねこう、アナログで見れるということですね。ここにね、はい、これ真空管でね作られてるんですけどね、まだ使えてます。はい、あとは SWR メーターね、私はまだ依然これを使ってます。はい、これを使ってます。はい、ここのセットにね、このセットにね、パワーを合わせて SWR 値を測るというね、オスカー200ね、これ今2個持ってるんですけど、非常に使いやすいというかね。はい、あとちょっと、まあ、調整とかするのにね、こういうものをね簡単に作れば便利です。はい、これで200ワットぐらいまでね、長時間の送信をしなければ使えます。はい、これでねちゃんと使えます。ダミーロードに、まあ、50オームの抵抗にね、ダミーロード用のね50オームの抵抗にちっちゃなヒートシンクをね、つけただけのね、はい、こういった感じですね。はい、タッパーにも簡単に固定してね、M 型コネクタのメスをつけただけというね。はい、でこれも、まあ、既に使って今もう外しちゃってるんですけど、これ自作のバランね、はい、フロートバランでね、日本のね、ウレタン線をね、トロイダルコア、ちっちゃいトロイダルコアにね巻いただけです。これでも200ワットぐらいまでね十分使えます。はい、これでフロートさせます。はい、ノイズも減りますね、これでね、ノイズもね、はい、ちょっと大きめにのも作ってみたんですけどね、はい、1キロワットでもね、使えるかなという感じです。1キロワットでもね、はい、ちょっと大きなね、トロイダルコアにね、巻いただけというね、ことでね、はい、ワイヤーアンテナね、ダイポールとかに使うのにねいいと思います。はい、これでもまあ 3.5 から、29メガぐらいまではね大丈夫ですね。はい、まあこういったものをね、使ってですね、はい、アンテナも作れますのでね、ぜひチャレンジしてください。はい、まあ今日はねこれぐらいにしたいと思います。あとはまあいろんなね利用するものがねあるんですけどね、はい、ちょっとパソコンでね、ちょっと今はい、私の場合は今、まあ、DX もねやりますし、国内のラグチューもやるし、
まあ、いろいろ何でもかんでもね今やってます。今アマチュア無線にちょっと熱中してる感じでね、はい、ちょっと前にも紹介したかも分かりませんけど、はい、こういうね、はい、PSK レポーターですね。これでね、どこまで飛んでるか分かりますからね、はい、PSK レポーターでね、パソコンで検索してみてください。はい、あとこういうツールもあります。はい、また使い方はね、また今日は説明しませんけど、もうタイムリーにね、シェアされてますね、MyDX サミットね、はい、MyDX サミット、はい、これで自分ですぐシェアすることもできます。はい、これでもう、いろいろシェアされるんでね、これで珍しい曲が出てるなと思ったらね、そこの周波数に合わせればね、そこへ出てますね。聞こえることは多いです。はい、まあ全然関係ないとこもあります。ヨーロッパとかアメリカとかね、違う地域でね更新されていることのも全部ねここにね、出てきますからねはい、まあ日本と今更新できる、まあ、コンディションというか、状況にあるときに、有効です。はい、非常に役に立ちますね。だから自分の出てるバンドに、合わせてね、セレクトできるんでね、はい、セッティングできるんでそこで今、更新されているものを見ながらね、はい、今どこ、はい、利用されるといいと思います。はい、はい、いろいろツールというのがね今たくさんあるんでね、はい、インターネットからねダウンロードしてね、利用されればね、いろいろ QSO は楽しくできると思います。はい、今日はこれぐらいで終わります。はい、どうもご視聴ありがとうございました。失礼します。